はい、こんにちは。筑波大学の松崎です。気分障害ハンドブックの松崎です。さあ、今日は抗うつ薬の使い方、そう、うつ病の薬物治療についてお話しいたします。抗うつ薬、古くはですね、三環系抗うつ薬、四環系抗うつ薬っていう古いお薬がありました。これらは抗コリン作用を主とした副作用が問題になっていました。抗コリン作用っていうと、口が乾く、便秘になるだとか、あとは緑内障の人だと、まあ胸隅核緑内障だと眼圧が上がっちゃうだとか、あとはおしっこが出にくくなる、上閉だとか、あとは認知機能がちょっと下がるかもしれない、そういった抗コリン作用の副作用が問題になっていました。だから SSRI、SNRI、NASA と呼ばれる新規抗うつ薬が優先して用いられます。新規抗うつ薬っていうとこんなものがあります。まあいろいろあります。でですね、使い分けっていうのを語る先生もいますが、まあ使い分けっていうのは正直ないと思っています。で、使おうとしたらどうするか、少しずつ増やします。いきなり目的の量ではなく、いや、この量にはすることは最初から考えますが、少ない量から徐々に増やしていきます。そうしないと、いきなりたくさんの量を出すと副作用が出やすいんです。少しずつ始めても 2,3 割の人に 2,3 日間消化器症状、すなわち吐き気や下痢が生じることがあるって知っといてください。さあ、この増やし方なんですが、薬によっていろいろです。さっきの新規抗うつ薬、例えばジェイゾロフトなんて言われるセルトラリンは25で始めて50、70、500と増やしていきます。あとはそうですね、デュロキセチン、サインバルタだと20で始めて40まで増やして、続けてもいいし60まで増やすことも考えるだとか、ミルタザピン、レメロン、リフレックス、これも15で本当はいいんだけども、効かなかったら30や45まで増やすことがあります。ベンラファクシ、イフェクサ、ね、37.5 で始めて75、150、225と増やす。エスシタロプラム、レクサプロは10ミリで継続してもいいんです。20ミリまで増やすことがあります。みたいに薬によって様々です。で、大切なのは初期量のまま続けずに、ちゃんと目的とする量まで増やしましょうということ。初期量で終わらず、ちゃんと増やしていこうということ。そうしないと脳を治しきるのが難しくなります。じゃあ治った後どうするのか、ここまで来て症状が消えたらすぐやめていいのかというと、そうではないようです。こんな話があります。量を増やしてって症状が消えてからすぐに減らすと再発率が高く、同じ量を続けると再発率が低い。同量継続と早期減量で再発率に大きな差が生じます。で、特に大きな差があるのが最初の半年か1年ぐらいは再発率に差があります。ここから言えること、うつ病の治療徐々に増やしていきます。そして症状が消えてから少なくとも半年間、できれば1年間同じ量を続けるべきってこと。これ別の報告でも同じような結果が出ています。 SSRI で症状が消えたうつ病、中止が遅いほど再発率が低かった、最低半年間はその薬を継続すべきとされています。さあ、ここでこういう用語を覚えましょう。症状が消えるまでが急性期です。そして症状が消えてから、もう薬やめていいんじゃないと普通だったら思っちゃってから、そこから半年間や1年間続けましょうと言いました。それが継続期というもの。その後長期的に薬を続ける人もいます。それが維持期というもの。この急性期、継続期、維持期、これをですね、語呂で覚える DSM-5 では、 DSM-5 じゃないですが、語呂で覚える精神医学ですね、では、休憩、うつ病には休憩が必要だなんていうふうに覚えるようにしています。さあ、維持期は何のためにあんのかここでも書いておきましたが、こんなことを知らなきゃいけません。
うつ病が良くなってから、半分の人はそのまま良くなっちゃいます。もう半分の人は再発します。再発した人、その7割がもう一回再発するんです。ここで再発した人、その9割がもう一回再発するんです。言えることは何か、一回で終わる人もいれば、再発を繰り返す人もいるってこと。再発を防ぐためには、抗うつ薬を長期的に続ける必要があります。そうです。休憩の維持。ね。反復する人は維持期まで必要です。初回の人は継続期までで済む可能性が高いということ。継続期でやめていい人、これすぐパツンとやめちゃダメです。減らすときには徐々に減らしていきます。やめるときには前言、急な中止だとその中止の仕方だけで再発しちゃいますから。徐々に減らしましょう。というわけで今日は抗うつ薬の使い方のお話をいたしました。よかったらケアネットの DVD でここまでこれだけうつ病診療なんて DVD も出してますのでよかったらご覧ください。あ、気分障害ハンドブックもよろしく。というわけで今日は抗うつ薬の使い方のお話でした。ご清聴ありがとうございました。